東ローマ帝国の養蚕伝来では、6世紀中盤、ユスティニアヌス一世の命で、中央アジアからカイコが密輸入され、東ローマ帝国における養蚕とビザンチンミヌの生産が始まった過程についてもべる。中国からカイコを手に入れたことで、東ローマ帝国はヨーロッパの絹織物市場を独占することになった。カイコ期限前4000年期に、 中国で生産が始まったとされる絹は、いわゆるシルクロードを通じて、ユーラシアの東西に高値で取引される貴重品であった。紀元1世紀までに西洋のローマ帝国に安定して絹織物が輸入されるようになった。しかしその東方にサーサーアンアサが勃興し、ローマペルシア戦争が長引くにつれ、ローマ世界は絹織物の輸入が極めて困難になり、値が跳ね上がった。 サーサーアン・アサは、領内の貿易を厳しく管理し、戦時には、ローマとの交易を遮断したからである。そこで、東ローマ帝国のユスティニアヌス一世は、当時有力な木の織物生産地であったソグディアナに、至る他の交易路を構築しようとした。一つはクリミアへ北上して、草原の道を行くルート、もう一つはエチオピアを通って、インド洋を渡るルートである。 しかしこれらも思うような成果を上げられず、ユスティニアヌス一世は別の解決策を模索した。ユスティニアヌス一世のモザイクがインドで、キリスト教を布教した後、551年までに中国にも伝道した二人の僧がいた。彼らは中国滞在中に、カイコガを育てて絹を生産する複雑な工程を目にしていた。これは、東ローマ帝国にとって、 非常に貴重な情報だった。それまでは、絹はインドで生産されているものと考えられていたからである。五百五十二年、二人は、ユスティニアヌス一世に越見した。彼らは、皇帝から何かしらの寛容な約束を取り付けるのと、引き換えに中国からカイコを持ち帰る任務を受け負った。成中のカイコは、体が脆く、適切な温度も守らないと死んでしまうため、二人は、 ソグディアナでの人脈を駆使して産卵もしくは小さな幼虫を盗み出し、竹の容器に隠し持った。幼虫の育成に必要なクワは、この時二人が同時に持ち帰ったか、それ以前にすでに東ローマに輸入されていた。二人はおそらく国会を渡る北方ルートを取り、トランスコーカサスからカスピ海へ抜けた。最終的に二人の旅は二年の時を要した。 ビザンチンの絹二人の層が持ち帰った海溝を利用してすぐさまコンスタンティノープル、ベイルート、アンティオキア、ティルス、ティーバに絹織物工場ができた。絹の生産に成功したことで東ローマ帝国はヨーロッパの絹織物市場を独占した。これは同時に中国やペルシアによる絹の独占体制が崩れたことも意味した。以降絹織物産業は1204年に帝国が 滅亡するまでの650年間、東ローマ帝国の経済を支え続けた。貝紫色に染められた絹は、帝国のエリートの服に用いられ、そうした衣服は写真菌司令の中でも規定された。コンスタンティノープル周辺、特にギリシャ北部のトラキア地方では、現在でも絹織物の生産が続いている。ありがとうございます。